週刊広島瀬戸内新聞ニュース2024年、第34週ということでね、お話をねしたいと思います。まずね、パレスチナ方の問題ですけどもね、まあその和平つってもね、もうイスラエル、まあネタニヤフ容疑者、まあごねてる状況がね、まだまだね続いていると、まあそういうことがねあります。まあちょっとね、その状況だと、なかなかね、難しいんちゃいまっかと。ほんとね、それどころかね、まあレバノンまで行ってね、空爆をしまくったりとかね、もうなりふり構わない、そういう、状況、そういう状況がね、ありますよね。まあちょっとこれはね、やっぱりそのあまりにもね、西側というかね、旧西側というか、まあ米独、普通イタリー、そういった国々が、イスラエルをね甘やかしすぎた、もうそのツケがね今一挙に噴出しているそういう状況だと思いますね。でまあそういうね、イスラエルをね、甘やかす、またね米独英仏や、長崎をね恫喝するというね、そういう事件もね、これ起きてますよね。イスラエルを呼ばなかったから俺たちは欠席するってね、お前ら子供かってわがままだよな。まあ結局ねそういうところがまあイスラエルにね見透かされちゃってんだろうなとは思いますけどね。またね、広島は広島でね、去年の G7 あたりから、まあ G7 諸国、特にアメリカにね、すり寄りすぎてるという状況がある。ね、パレスチナは呼ばないってこともあるしね。まあそもそもね、でも、日本政府だってもうね、パレスチナをね、国連に加盟させるということについてはもう認めてるわけですしね。認めてるというか、否定をしてるわけですよ。賛成票を投じてね。で、西側でもやっぱりスペインやね、アイルランド等もね、あるいはノルウェーなどね、いわゆる西側の国でもね、かなりね、あれですね、スペインなんかも昔はね、帝国主義だった国ですよね。そういう国でもね、パレスチナを認めていると、そういう状況がね、出てるわけで。まあそういう中でね、むしろ日本政府以上にね、米国忖度っていうかな、そういう状況が、今の広島市長にはね、あるんじゃないのかなと。いうことをね、思うとね、非常に情けないというふうに僕はね、思うんですけどもね、皆さんいかがでしょうか。なおかつ広島はね、舐められちゃってるっていうかな。G7 サミットの1周年にね、核実験やられちゃったりね。ちょっと一回ね、ちょっと米国から、ね、距離を置いた上でね、もう一度ね、横の連携ですよね。米国でもいいんですよ。ないでもいいからね。じゃあ、パールハーバーじゃなくてね、米国政府じゃなくてホノルル市ですよね。だからそこの、だから自治体同士のね、団結をね、固めていく。それからね、核兵器禁止条約をね、締結という国とね、もうね、あんまりね、パレスチナ含む核兵器禁止条約をね、もうね、あとね、国とのね、横の連携もね、強めていく。それで、日本政府に、ね、具体的に迫っていく。ね。あるいはね、日本政府、まあ日本政府だけに言ってもしょうがない。ね。やっぱりアメリカですよ。そしてロシア、中国ね。イギリス、まあ朝鮮もそうですね。そういうところにね、しっかりね、迫っていくと。それがね、今ね、大事なんじゃねえのかな、というふうにね、思いますよね。まさに、来年は被爆80周年、問われるところであります。まあ、私としてもね、パレスチナ国を、呼んでいくと、呼んでくださいというね、請願を、ね、代表ね、請願をね、ぜひね、9月議会出していきたいと思います。で、まあ、実際に招待状を出すのは5月ですんで、ぜひ何回もね、やっぱりその、諦めずに働きかけを続けていく。まあ来年の8月6日に、ね、パレスチナ国代表が、ね、一つ、
平和記念式典に呼ばれる。これは一つの非常に、ね、象徴的なことになると思うんで、ぜひこれにね、一つ注力していきたいと思います。まあ結果をね、そういうパレスチナ国をね、呼べるという状況を勝ち取れればね、また非常に大きい象徴的なね、意味を持つと思うんで、うん、私としてはね、そういう方向でね、頑張っていきたいんで、まあ署名の方もね、引き続き、ご協力をね、お願い、申し上げたいというふうに思います。実際に、市議会で出す際にはかなりね、またね、分位をね、損なわない形で、ということになりますけれどもね、分位をね、損なわない、形になると思いますけどもね、ぜひね、ある一定程度ね、一定程度ね、やっぱりその、あれですよね、あれしたところでね、一定程度、まあ、採択されやすいようなね、形にした上でね、お話をね、したいというふうにね、思っております。提出をしていきたいというふうにね、思っております。それからね、大雨とね、台風、そしてね、豪雨のね、もう酷暑とね、大雨、併存してるって状況ありますよね。大体ね、昔はね、夏の大雨っていうのは一つはね、上空に寒気が入って、それでザーッと降ってくると。そうなるとね、冷えてくると。地上が冷えてくる。これが一つのパターン。それから、猛暑っていうのは結局、高気圧がいつまでも居座ってて、それで暑いという状況があったんです。だから今はね、一定程度太平洋高気圧が強くてね、暑くてもね、さらにあまりにも暑すぎるから逆に水蒸気がバンバンね、上昇気流になって、それでね、太平洋高気圧が強い場所でもね、これ、雷雲が発達してしまう。で、湿った空気が入る。で、そういう中でね、凄まじいね、大雨になる。で、大雨が降ったから涼しくなるかって言うとそうじゃない。むしろ蒸し暑い。非常に熱帯化してる、沸騰化してる。そういう状況ね。非常にね、危ない状況が今ね、この、日本にね、あるんじゃないかと。いうこともね、一つね、お話をね、しておきたいと。いうふうにね、思うところであります。まあね、皆さんね、いかがお考えでしょうかね。はい。まあ、そんなところですね、今日はね。私が申し上げたいの。こういうひどい状況ね、ぜひね、皆さんと一緒に、ね、頑張っていきたい、そういうふうに、ね、思います。まあだからってね、じゃ原発にすればいいかっていうとさ、違いますよね。原発は原発でね、温排水出しますからね、バン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 ね、熱を捨ててるわけですよ、あれはね。まあそれからまあやっぱり危ないですよね、はっきり言って。たかだかね、お湯を沸かす話にね、地球をかけるってのは原発ですね。どん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 またね、あれですよね。いう状況ね。あれはね、上関とかね、ああいうところにね、また死の灰をね、押し付けて、危ないですね、そういうの。限界ですわ、って言って、これ以上核を掘り出し続ける。まあ、デブリの取り出しもね、延期になっちゃいましたしね。まあ、非常に難しいんですよね。やっぱ、ああいうことっていうのはね。でも、今のね、無責任な体制でね、あれですよ、もう国が責任を持ってね、廃炉にすると、いう方向にしないとね、同じことを繰り返してますよ。結局ね、下請け、今回の廃炉の失敗、デブリの取り出し失敗でも、東京電力の社員の人一人もいなかった。無責任すぎますよね。だから誰も責任を取らない原発っていうのは一つね、やっぱり象徴するようなもので、ね。やっぱり誰も責任を取らないものっていうのはもうね、作っちゃダメだし、ね、動かしちゃダメだし。って僕は思いますよ。僕は関係ないです。責任取るものをね、動かすってこれほどね、危険なことはないですよ。それも、その時点でアウト。てか、誰も責任取りたくないんだと思う。いや、もう誰も責任取りたくないようなものをね、作っちゃダメだよって、いうことですよね。それからね、兵庫県の斉藤元彦知事、
お前何考えとるんやって話ですよね、これはね。うん。俺のものはね、だから剣のものは俺のものね。うん。ね。もうジャイアンね、斎藤ですよね。もう非常にね、ひどいっていうかな。でももうほんとね、人が二人も亡くなってる。ね、何考えとるんやね。まあ、とにかくね、早くね、特に渡瀬元県民局長、彼のやっぱり退職の手続きというか、退職金の支給の手続き、しっかりしてほしいですよね、早くね。あと、公務災害。ね。やっぱパワハラでね、亡くなったとすれば、これ公務災害ですよ。ね。それやっぱりね、責任を取って、それでね、やめていただくと。やっぱ人二人もね、亡くなったという、そういう状況を作ったという責任をね、極めて重い。もちろんね、カニをね、全部持ち帰ったとか、なんやこれって話ですよね。40万円もする、革ジャンを、おねだりしたとか、うん、僕は知事なんだぞとか。まあ、こんな男をね、やっぱりね、知事にね、なってしまったということ自体がね、また、あれなことですけれどもね。まあ、とにかく、あれだと思います。まあ、一方でね、野党もしっかりしてほしいですよ。いろいろね、問題が起きてます。ね、まあ、立憲民主党は立憲民主党でね、人を大事にしないっていう体質がね、やっぱりあるし、それ問われると思いますね。特に、泉ね、代表のもとで、バンバンね、クビになってるっていう問題があるしね。それからね、共産党についてもね、非常にね、独善的な体質と、神谷隆之さんの除名、除籍ね、除名じゃない、除籍ですよ。解雇、ね。あるいはね、日本共産党のね、新潟市議会議員が暴行してたんじゃないかと、若者に対して暴行してたんじゃないかという疑惑もね、出てきてますね。非常にやっぱりね、弱者の味方というね、そういうね、政党像にね、日本共産党さんもね、疑問が出てきてる。で、その中で自民党が総裁選挙ね、なんかね、自民党の方がマシじゃないかっていうね、錯覚をさせるようなね、状況がね、野党のだらしなさにもあると思うんですね。やっぱりしっかりしてほしいというふうに、思いますね。それからカープね、昨日負けちゃいましたね。なんか知らないけどね、マツダスタジアムでのね、タイガースが非常に強いという状況もあったり、しますけどね。ぜひね、今日はね、ぜひね、タイガースに対してね、カープ勝ってほしいと思います。はい。ということでね、皆さん、最後までね、ご視聴ご清聴誠にありがとうございました。まあ、とにかくね、来週以降もね、あとね、本当ね、イベントのね、お知らせをね、もうね、またね、させていただきたいと思います。ね、俺の中のライオンね、講演会、これが、8月31日、ございます。半藤太一先生、兵庫県知事みたいな連中のね、暴走が続く中で、どうやって、権力を止めていくか。それからね、元イスラエル軍兵士、語る平和と、ダニー・ネフト・ピトレッツさんのね、講演会。これは、もうちょっと先です。9月18日。ね。そして、また、基礎経済科学研究所の研究大会。ね。核の時代の平和の構想とね、食と脳と地域のつながりということでね。ぜひね、皆さんね、これはね、平岡隆前市長もね、ご参加されます。ご講演されます。ぜひね、お見逃しなく、よろしくお願い申し上げます。それでは皆さん、最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。